こんにちは、 K-POP 情報局です。人気になればその分もっとその人のことを知りたいと思うことは仕方がないことです。しかしそれが命の危険まで及ぶとなると話は変わります。今左遷と呼ばれるファンの異常行動が BTS を困らせています。そこで今回は BTS をつきまとう左遷やパパラッチの問題行動をまとめてみました。左遷の恐怖、シュガが近寄ってくる女性からジミンをとっさに守った理由。 B、 身の危険を感じた。未公開映像流出のジョングクには誹謗中傷、左遷やパパラッチの害悪行為に怒り爆発。 BTS に被害が出る前にいち早くこのような行為が取り締まられることを願っています。左遷の恐怖、シュガが近寄ってくる女性からジミンをとっさに守った理由。あなたも一度はテレビの世界で活躍してみたいと思ったことがあるかもしれません。今この瞬間にも芸能人を目指して必死に練習に励む人たちは数多くいることでしょう。一躍有名になれば一般企業でコツコツ働くよりも多くのお金や名誉を手に入れることができる世界だからです。ただし有名になることはいいことだけではありません。プライバシーがなくなるのはもちろん、軽い冗談のつもりで発した言葉が炎上したりと、日頃から言動に注意して生活する必要があります。しかしそれ以上に芸能人を苦しめる存在があります。他ならぬ左遷ファンです。左遷とは芸能人を意図的にストーカーして精神的身体的被害を与える人のことを言います。芸能人につきまとい隠れて盗撮をしたり、無断で電話番号を入手していたずら電話をすることもあります。いくら注意しても簡単に解決できる問題ではないため、芸能界ではいつも大きな悩みの種として議論になっていますね。これは世界的スター BTS も例外ではありません。以前空港でシュガに向かって近づいてくる女性を発見するや、彼が見せた行動が話題になりました。シュガはその女性をどう対処したのでしょう。詳しくお伝えします。今や世界各地で人気になった BTS ですが、成功するまでには本当に多くの紆余曲折を経てきたことは有名です。デビュー初期にはそんな音楽で成功できるはずがないと嘲笑するアンチも多く、事務所の資本力も潤沢ではなかったため、プロデュースも簡単ではなかったといいます。そんな中でも応援してくれるファンたちの支えがあって地道に人気を獲得していきました。それでも相変わらず万端を目の敵にしようとする人はたくさんいます。一部の記者たちは炎上させるために困った質問を投げかけたりもします。しかしそんな悪質記者やアンチたちも可愛く見えるほど迷惑な存在がいます。それが左遷ファンたちです。 B は飛行機まで追いかけてくる左遷ファンについて言及し、私たちが座る席を先に知っている人たちがいます。どうして分かったのか知りませんが本当に怖いです。どうかやめてくださいと切実にお願いしたことがあります。さらにジミンはストーカーを超えて殺害予告を受けたことがありました。ある外国人が自身の SNS に9月に予定された LA のコンサートでセレンディピティを歌うときに拳銃でジミンを撃つという投稿をしたのです。これにはロサンゼルスの警察もこの人物を捜査し無事に探し出すことができました。またあるファンは拳銃の写真とともにジミン愛してる、君へのプレゼントという投稿をしています。ジミンは3年の間に3回も殺人予告を受け、これに所属事務所はメンバーたちの安全を脅かす行為に対して特別な処置を取るとして警備などを強化することを発表しました。そんなことがあってもジミンは記者会見で、ファンの方たちが私よりたくさん心配をしてくれたと思いますとアーミーたちをまず気遣う優しさを見せてくれました。しかしジミンも拳銃による脅迫は本当に怖かったでしょう。バンタンのメンバーたちもこれを知ってかジミンを守ろうとする姿が見られました。シュガとジミンが空港で待機している様子をあるファンが映像で撮っていたのですが、そこに一人の女性がメンバーに近づいてきます。するとシュガは素早くジミンを後ろに行かせ、無意識にジミンを守ろうとする反応を見せました。後々分かった情報によれば、空港で近づいてきた女性は左遷ではなくスタッフの可能性が高いそうです。誰も被害に遭わず無事で幸いでしたが、シュガの反応からもどれだけ普段から左遷に怯えているかがわかります。9
空港では追っかけ橋とも呼ばれる左遷も多いため、メンバーたちはいつも緊張状態にいるのでしょう。シュガは万が一のために上手に対処したように見えますね。以前はストーカーされることも分かって芸能人になったんじゃないかという厳しい意見もありましたが、最近は芸能人のプライバシーも守られるべきだという世論が強くなりつつあります。しかしストーカーに対する法の基準が曖昧なため、犯人を捕まえたり処罰することが難しいこともあるそうで、国や政府は芸能人の安全のために早く対策を打ち立てる必要があるのではないでしょうか。本当のファンならばアイドルの幸せを願って応援してあげるべきです。しかし左遷と呼ばれる人はむしろ好きな人を苦しめていることに早く気づいてほしいと思います。バンタンのことをもっとたくさん知りたい気持ちはわかりますが、被害が出るような危険な行為は忘れられる仕組みができることを望みます。 B、 身の危険を感じた。未公開映像流出のジョングクには誹謗中傷、左遷やパパラッチの害悪行為に怒り爆発。芸能人たちにつきまとうパパラッチは全世界的に大きな問題となっています。私生活や非公開のスケジュールにまで侵入し迷惑をかけるためです。以前にはブラックピンクのジェニーとビッグバンの G ドラゴンがパパラッチのターゲットとなりました。ストーカーに近いマスコミの過度な取材は、世界的スターになった BTS も例外ではありません。バンタンも MV 撮影中と思われるメンバーたちの姿が流出したことがあり、これに対しアーミーたちが激怒したといいます。映像が流出しただけでなく違った問題も発生したからです。バンタンファンを怒らせたその理由は何だったのか詳しくお伝えしましょう。 BTS は以前から自分たちにつきまとう左遷ファンやパパラッチに悩まされてきました。 V ライブ中にメンバーの個人用スマホに電話をかけたり、同じ飛行機に乗りメンバーたちを隠し撮りしたりです。これに対して B が、飛行機で安心して休めなくて辛かった、やめてほしいと身の危険を感じたことを直接語ったことがありました。現在は左遷ファンたちのストーカー被害が原因でメンバーたちはチャーター機を利用しているようです。末っ子のジョングクも V ライブ中に左遷からかかってきた電話へすぐ着拒しますと断固とした態度を取り話題にもなりました。そんなジョングクのきっぱりした対応にはすっきりしたという反応がありました。問題はこのような左遷ファンの迷惑行為が単純にアーティストにつきまとうだけでは終わりではないということです。左遷たちは公開されていないコンテンツや音楽を流出させ、バンタンの活動を妨害することもあります。ある左遷はジョングクの金髪写真をネット上に広めて大きな問題になりました。まだ公開されてない新しいスタイルが悪質ファンによって強制的に公表されてしまったからです。これには怒りを抑えきれないアーミーも多く、ファンたちの間でこれ以上流出は拡散しないことを宣言する投稿が続出したといいます。ファンたち自ら正しい文化を発信したおかげで、当時の流出写真は今では探すのすら難しい状況になりました。しかしそんな素晴らしいファン文化を守ろうとする努力を無視し、BTS の話題性を狙うパパラッチたちが本当に多くいます。あるマスコミは MV 撮影中と思われるバンタンメンバーの姿を公開しました。パステルカラーの衣装を着たメンバーが移動している様子の映像で、アーミーたちはこの動画が拡散されたことだけでなく、アンチファンの格好の餌食になったことへ激しく怒ったといいます。手ぶれが激しい短い映像にもかかわらず、ジョングクが太ったとバカにするアンチが出現し、何の根拠もない誹謗中傷が多く書き込まれることになります。これにアーミーたちは、あんなブカブカな服を着ているのに一体どうやって体つきがわかるのか、流出も腹立たしいのに太ったとバカにしていて笑えないなど怒りの投稿が多く目につきました。さらにこの非常識な流出によってバンタンのカム菩薩まで流れることとなり、所属事務所はアーティストの日程は確認後に公開するとリリースを出すことにもなりました。本当にこれが MV の撮影なのかもわからないまま無責任に写真を撮って公開するパパラッチたち、このような行為は犯罪と言われても大げさではないと思います。アーミーたちに新しい姿を見せるために一生懸命準備するバンタンメンバーたちもとても虚しかったことでしょう。今後は非常識なパパラッチやアンチたちにも厳しい対応で彼らを取り締まることを希望します。ご視聴ありがとうございました。
この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録・高評価お願いいたします。